ブンデスリーガーは4日、第7節2日目を行い、ミッドフィルダー、香川真司の所属するドルトムントはホームで最下位のハンブルガー SV と対戦し、0対1で敗れた。香川はトップ下でフル出場したが、ゴールを演出することはできず、チームもリーグ戦2連敗で4試合勝ちなし、1分け3敗、となった。ホームで、ましてや、相手が、最下位のチームだから、 すごく重い敗戦になったホームでハンブルガー SV に今季初勝利を献上する冷風負け香川はハンブルグも前半に関しては前線からプレスかけて僕たちになかなか自由を与えてくれなかった逆に僕たちはミスからうまくリズムを作れなかったと試合内容でも敗戦を受け入れざるを得なかった後半は徐々にリズムをつかみチャンスを作ったが決めきれず 後半28分、香川のヒールパスからミッドフィルダー、ミロシュヨイッチが右足ミドルを狙った場面もシュートは枠を捉えきれなかった。相手の守備がコンタクトで、なかなかフリーな時間を与えてくれなかった。そこで時間が取れなかった分、またプレッシャーを感じてミスを犯した。こういう厳しいプレスの中で、うまく時間を作るところが今日はなかなか見つからなかった。 2勝1分け4敗の勝ち点7で、順位も13位に交代、首位イバイエルンとは早くも勝ち点10差をつけられている。ウ f フーチャンピオンズリーグでは開幕2連勝と好調ながら、ブンデスリーガではなかなか結果が出ないもどかしい時期が続いている。